僕は空気だけで全てを感じ取れるんだよ。僕の名前は銀王号。銀王号の銀ってのは銀冠。つまり天の川って意味らしい。多分そう、君と僕が友達になったのはずっと昔の七夕の日だったね。お待たせしました。ではこちらの方にサインの方。はい、ありがとうございます。どこで紛れ込んだんだ。僕はって言えば生まれて3ヶ月。君のことは何も知らない。初めて出会った、初めての世界。つまらないものなんですけど。東京はゴミの出し方がうるさいから、きちんと守ってね。はい、よろしく。よろしくお願いします。しかしまた経やね、あんないい大学入っとったのにもったいね。いや、まあ好きなことして生きていきたいけんね。漫画ね、お前昔から絵ばっか描いとったけんね。うん、でも仕送りないやろ。生活どうすると。いや、まあしばらくは持ち込みでもしながらバイトとかするよ。まあ学校も行きたいけんね。結構大変ぞ。分かったよ。
お、腹でも減っとったや。いきなり子猫拾うか。いや、ほっとけんやろ。まあ、もらい手が見つかるまでやけどね。優しいの。ちょ、おい、銀王号。なんじゃ銀王号って。七夕の日にあったけん。銀冠の銀に王様。銀冠？うん。天の川って。変な名前。ナルトは？いかんやろ、オタクっぽいし。あ、そう。しかし、ここ猫とか平気なん？多分ダメやろ。せやろうね。どうすると？見つかったら追い出されるっちゃないと。大体猫飼う余裕なんてなかろう。どうしよう、ナルト。銀王号って変な名前で呼ばんとってよ。ナルトの方がかっこよかって。な、ナルト。ほら銀王号。超かわいい。銀王号ご飯だぞ。銀王号、ナルト。銀王号。あの頃は君も僕も子供だったね。君はって言えば絵を描いたり文字を書いたり。最初は君のことを少し怖かったりもした。おい、しっけって。何かあると本気で怒鳴ったりするし、もう少し大人になれよって思った。お前、自分の餌なくなったじゃん。え？うわ、めっちゃ残しそうや。先輩、これとこの倍高い猫缶ってどっちなんですか？ああ、まあマックとフランス料理のサミゲなもんかな。まあ俺断然マック派だけどな。先輩、安上がりでいいっすね。
コストパフォーマンスが高いんだよ。贅沢猫め。君はいつも僕と遊んでくれたよね。君と僕、本当によく遊んだね。楽しかったな。このまま時が止まってもいい。僕は本当にそう思ったよ。いつの間にか僕は君のこと友達って思うようになった。君は友達、一番の友達。お前それそんなに気に入ったとよ。じゃあやるよお前それ。それお前にやる。はい、もう今日からそれ銀用語のもんね。いらっしゃいませ。で、かおり、同じクラスなのにひどくねが。ごめん。ここでバイトしたったんだ。あ、うん、夜だけ。そういえば、この間の授業の課題読んだよ。すっごいじゃん。ありがとう。誰かに教わったりしたったの？いやいや、自己流自己流。まあ、ずっと一人で書いてたんだよね。だから学校に来たっていう。すっごいな。うじなんてよ、友達から漫画褒められただけでこんな漫画画家で来てしまって、周りのレベルさついていけねえ。いやでも小出さん書き始めたばっかりなんだから仕方ないよ。でもそれにしてはうまいと思う。本当に？うん。今度こっちとか教えてけんねがい。うん、いいけど。やった今日は何時まで？え、いや、あんま分かんない。11時とか。11時か。だから赤坂だっつってんだろうがよ。何回言わせんだよ。ああ頼むぞ。ああじゃあな。あのすいません。おう、ちょっと待って、メール行って。君はさ、考えすぎなんだと思うんだよな。もっと軽やかに楽しく伸び伸びと描かないとな、今の読者には受けないよね。はい。暗いし、難しいの。こう、ポップっていうの？今そういうのが受けんだよね。山田先生から電話入ってます。おい。ああ先生どうも。ありがとうございます。すいません。これ。まあ、かわいい。
娘が嫁いだもんで家の中が急に寂しくなっちゃって主人と猫でも飼おうかって話してたんですよ。そうなんですか。あのトイレはしつけてありますんで、あの少しやんちゃなところもありますけど人懐っこくていいやつですよ。そう、はい、よかったわ。じゃあな、大事にしますね。はい、気持ちよ。あいあい。そっか、この部屋に来て一人って初めてか。ごめんなさい。やっぱり差し上げられません。本当にすみません。ごめんな。もう話したりしないから。お願いします。一人許しちゃうと歯止めがね。そこをなんとか。コラキ、甘いな坊主。え、仕方ないな、隣も空き部屋だし。特別だよ。他の住民には絶対に見つかんないようにしてよ。
はい、ありがとうございます。いやさ、俺もともと犬派だったんだけど、俺が猫派でさ。やっぱ猫派はモテるよな。はい。たくさんの時は過ぎ、僕は少しだけ大人になった。僕は年を取るのが君より少しだけ早い。でも心は子供のまま。君と僕、同じ布団で寝て、僕はいつでも早起き、いつも君を起こしてあげた。そんな時が何年も続いたね。相変わらず君は絵を描いたり文字を描いたり、君が考え事をしてる時の癖、僕の周りをぐるぐる、そしてまっすぐ歩いてバターン。トイレの後は手を洗いましょう。学校卒業したのにバイトだけじゃまずいやろな。うちの人事紹介しようか。いいよ、働きながら書けばいいやん。そろそろ本当に考えないとまずいよ。すいません、レジ閉めちゃうんでお会計よろしいですか。はい。いくら？いいよ、おごるよ。あ、なんで？なんでって遠慮すんなってねえ、店員さん。旅の恥は書き捨てって言いますもんね。旅してないですし。いやいや、人生は壮大な旅ですよね、店員さん。どっちもいいんでお会計をしろ。バイトもうこれで終わり？バイトも終わりですし、お店も終わりなんでお会計。お店終わり？じゃあちょっと夜の旅行く？ちょっと待って。
香織？すっごい久しぶりじゃん。うん、近いのに最近なかなか会わないもんね。うん、あ、これ読んだよ。すごいじゃん。報告しようと思ったんだけど、なんかさ、ごめんなさい。なんで？全然謝ることないよ。デビュー一番乗りじゃん。うん。俺も頑張んないとな。私なんかより全然才能あるもん。大丈夫だよ。うん、サンキュー。あ、そういえば銀王号元気？うん、元気すぎるぐらい。いいな、ずっと一緒にいると心も離れないよね。え？うん。じゃあ、またね。また。君が諦めない理由、僕にはわかるよ。何も言わなくてもわかるよ。僕は空気だけで全てを感じ取れるんだよ。でも、もしも僕が眠くなったら、君の膝で寝てもいいだろう。そばにいるからさ、ずっとそばにいるからさ。僕は10年目の春を迎えた。変わらない毎日が続いているよ。お前はいつでも一緒、いつまでもずっと。
よくなったね。本当ですか。でも話に入れないんだよな。感情を揺さぶられないっていうのないの？君がどうしても伝えたいことって。僕は知らない間に病気になっていた。お医者さんは僕の病気もう治らないと言った。僕の命あと少しだけ。安楽死させましょうか。お医者さんはそう言った。あの時君は言ったよね。うちに帰ろう。理由を。うちに帰ろうって言ったよね。君と僕、言葉は通じない。でも、君は僕の心がわかるんだね。僕も、君のことがわかるよ。だって、ずっと一緒だったもんね。ずっとずっと一緒だったもんね。一緒に帰ろう。僕らの家へ。君は家に帰るとすぐに難しい本をたくさん読み、そして君はしばらく考え、僕の病気が治らないこと、それを改めて知った。それからいくつの夜が過ぎたのだろうね。10年目の天の川、綺麗だった。夜空に星は見えなかったけど、君と僕には見えたよね。綺麗な夜空が見えたよね。ねえ、少し眠くなってきたよ。少し
寝てもいいだろう。そばにいるからさ。ねえ、楽しかったね。君と僕、幸せだったよね。僕はとてもとっても。ありがとう。気持ちはわかるけどさ、しっかりしろよ。まだそこら中に銀黄号の気配がするんだ。あいつも俺もずっと迷子だったんだ。似たもん同士でずっと暮らしてきたんだよ。ねえ、あの日のこと覚えてる？僕は君にさよならを言わなかったよね。ねえ君、君は一人じゃないよ。僕はいつでもそばにいるよ。君が大好きだから、いつでもそばにいるよ。君がずっと愛してくれるから、そばにいるよ。君が僕のこと忘れないでいてくれるから。あれから1年が経ち、老朽化したアパートは建て替えることになり、引っ越すことになった。ねえ君。
からも一緒だよ、ずっと一緒だよ。歩き出そう。